改正公職選挙法により、県内の衆議院小選挙区は定数6から5に減ります。自民党宮城県連は、新たな区割りによる2区と4区について、支部長の選任を見送りました。自民党県連は、新たな区割りで公認予定者になる支部長について協議し、1区、3区、5区で現職の衆議院議員を選任することを決めました。 一方、二区では、現職の衆議院議員、秋葉賢也さんが、公職選挙法違反の疑惑などが指摘され、復興大臣を辞任したことを受け、本人からの説明がないままでは決められないとの意見もあり、見送られました。また、四区では、旧四区選出で、現職の衆議院議員、伊藤慎太郎さんと、旧五区の支部長代行、森下千里さんが名乗りを上げていて、 選挙区内の地域支部の意見も割れていることから見送られました2区と4区の支部長については年明けに決める方針です